ずっと船にいたのか。エデンズの盾ですもの。この船を守るのが仕事ですから。と言っても実質エルシー様が守ってくださっていた。あのジギーに懐いてた小娘か。素敵な女性になってますよ。海賊ですけど。バルキリーとハーミットにも早く会いてえな。4人集まってまた外宇宙へ行くのです。そういや、あの小せえの、あれうちらの後継機だろ。ピーノですか。あの子はいずれエデンズの光となる存在です。あの自分はエデンズのナスカ。な、てめえはエデンズの豚だ。感激っす、マスコーイ。ああ、私の B キューブ。あの塔で見つけたんだ。渡すの忘れてたよ。うん、ありがとう。立体動画の装置か。オイラのとお揃いなんだ。博士に買ってもらったやつなの。ああ。そういやホムラは。あいつにはエデンズゼロに乗るための条件を出したんだった。自分の条件は。俺への奉仕だ。それがオイルマッサージと電気マッサージと理性崩壊拷問&快楽マッサージ、どのコースにいたしましょう。最後のは興味あるがなかなか言いづらいな。これは修行ゆえ。というわけでしばらくぐったりしてるのよ。なんかエロいの想像しちまった。修行すげえ。条件ってホムラに何させるつもりなの。そんなにエロいことじゃねえよ。そんなにって。ほらエデンズゼロには服を作ってくれる部屋があるだろ。ドレスファクトリーか。ハーミットのやつが好きだったな。自分もっす。それで俺の選んだ服を着てもらうっていうのが条件だ。それ顔にエロい服着せますって書いてね。バニーガールとか似合うと思うんだよな。俺もバニーガール着てみて。ガールって言ってんだろ。男には装備できねえ防具なんだ。では私も装備できますか。